黄金のリンゴは、様々な国や民族に伝承される民話や、説話の果実である。よく見られるのは、周回な仇役が隠したり盗んだりした黄金のリンゴを、ヘーラクレースやファトフルモスといった英雄が取り戻すという主題である。あるいは、北欧神話のように、黄金のリンゴは、神の食べ物、また、不死の源として描かれている。陰謀語で、アップルは、 果実全般を指す語である。黄金のリンゴという語も必ずしも現代で言うリンゴを指すわけではなく、口実するように黄金のリンゴと同一視されるのは他の果実であることが多い。ギリシア神話には黄金のリンゴの話として以下の三つが伝わる。アタランテイも参照音中流度であったアタランテイはとても美しかったが結婚には消極的だった。新択で 結婚すると不運が訪れると告げられていたからである。狩りに参加したアタランテが毛皮を手に入れた後、彼女を結婚させようとした父は、娘に約束をさせた。求婚者は、彼女と、と競争をして、求婚者が負ければ殺されるが、もし求婚者が勝てば、彼女はそのものと結婚する、という約束であった。足に、自信のあったアタランテは、喜んで、その約束に応じた。 彼女は多くの競争相手を振り切って走った。ヒッポメネース、あるいはメラニオオ,オームは、まともに争ってはアタランテイに勝てないことが分かっていたので、女神アプロディーテイに祈りを捧げて、助けをこうた。アプロディーテイは彼に3つの黄金のリンゴを与え、それを一つずつ落として、アタランテイの気をそらすよう教えた。ヒッポメノスがその通りにすると、アタランテイは、 それぞれの黄金のリンゴを拾うために走るのをやめて立ち止まった。こうしてヒッポメネースはアタランテイに勝利し彼女を得たのである。しかしヒッポメネースは女神に感謝することを忘れたのでライオンに変えられてしまったという。ヘスペリデスからリンゴを盗むヘーラクレースヘスペリデスのソノはヘーラーの果樹園で世界の西の果てあるいは北方のヒュペルボレオス人の国にあるとされた。 そこに不死を得られる黄金のリンゴの林があり、不死の百刀流とヘスペリデスがその番人として置かれていた。このリンゴの木は、ヘーラーとゼウスの結婚の際にガイアから贈られたものである。ヘーラクレースの十二の工業の十一番目は、ヘスペリデスのそのからこの黄金のリンゴを盗み出すことだった。詳細は、フワのリンゴ及びパリスの審判を参照ゼウスが開いたペーレウスとテティス。 の結婚の祝宴に招かれなかった争いの女神、エリスは、縁の最中に、黄金のリンゴを投げ入れた。黄金のリンゴには、カッパールファーラムダラムダシグマタウと書かれていた。三人の女神、ヘイラー、アテーナー、アプロディーテーがこのリンゴを自らにふさわしいものとして、要求した。ゼウスは、人類で最も美しい男、トロイアのパリスが、間もなく、 行われるお牛の審査会で審判をすることに気づき、お牛に姿を変えた、アレースを使わした。アレースは、ゼウスに命じられたこの滑稽な義務を受け入れた。神たる、アレースは、どこから見ても完璧であり、結果、金の月経観を勝ち取る。ゼウスはパリスが公正公平な審判をすると知っており、パリスに判断させようと考えたのである。彼はリンゴをヘルメースに持たせ、 パリスにそれを届けて、女神たちが彼の判断を議論抜きに受け入れることを伝えようと命じた。女神たちはパリスの元に現れ、それぞれリンゴを得るための賄賂として、パリスに贈り物を約束した。ヘーラーはアシアの君主の座を、アテナーは戦いにおける勝利をパリスに約束した。最後のアプロディーテイは、この世で最も美しい女、すなわち、 トロイアのヘレネーを妻に与えようと約束した。パリスはアップロディーテーを選び、これがトロイア戦争の発端となる。パリスはすぐに兄弟とヘレネーとメネラーオスの結婚を祝うために出かけた。彼らはそこで世を迎え、メネラーオスはアガメムノーに呼び出されると、ヘレネーとパリスだけが残された。この時二人は愛を交わし、ヘレネーはメネラーオスを捨ててパリスと共にトロイアへ向かった。 ここからトロイア戦争が始まった黄金のリンゴの木とフラヤラインの黄金より北欧神話では黄金のリンゴは神の不老不死の源とされるこれはキリシア神話におけるアムブロシアにあたる女神イズンがリンゴの管理にあたっておりリンゴと最も関連付けられる死後法第一章でイズンは エイギルによるアースガルズの晩餐でその玉座につく、アース親族の女性神八人の一人だとされる。第五十六章でブラギは、イズンが、下の巨人、スイアチに誘拐されたと、エイギルに語る。ブラギは、語るところによれば、わしに姿を変えたスイアチを棒で打った司会師に、ロキは鳥に掴まれて、空に向かってグイグイと引っ張られる。彼の足は石、砂利。 木にぶつかって大きな音を立て、ロキは自分の腕が肩から引きちぎれるのではないかと思う。ロキが大声で叫んでわしに急戦をこうと、わしはロキに、イズンをそのリンゴと共にアースガルズの外に連れ出すと、正式に近いは話してやるという。ロキは承知し、友人のオーリンとヘイニルのところに戻る。ロキは、アースガルズから、ある森に、イズンを誘い出そうとして、自分が見つけたリンゴを、 イズンが管理すべきだ。イズンの持っているリンゴを持ち出して、ロキの見つけたリンゴと比べて見るべきだと説く。スイアチが、わしの姿で現れて、イズンを強奪し、自分の宮殿であるスリムヘイムへ連れ去る。イズンがいなくなると、アース親族の廊下が始まった。アース親族は、集会を開き、イズンを最後に見たのはいつか、互いに確かめ合う。 イズンが最後に目撃されたのは、ロキと一緒にアースガルズの外に出た時だと分かり、ロキを捕まえて集会に引っ張り出し、殺すぞ拷問するぞと脅しをかける。恐怖に駆られたロキは、女神フレイヤに、鷹の羽衣を借りられれば、自分がヨトゥンヘームの地へイズンを探しに行くと口走る。フレイヤは、鷹の羽衣をロキに貸し、ロキはそれを使って、 北のヨトゥンヘムに飛んで翌日スイアチの宮殿に到着する。スイアチはボートで海に出ていて、イズンだけが残っていた。ロキはイズンを好みに変え、爪につかんで必死に飛んで帰る。帰宅したスイアチはイズンがいなくなったことに気づき、わしに姿を変えてロキを追い、台風を吹かせる。アース親族は好みをつかんで飛ぶたかと、それを大うわしに気づき、 アースガルズの地下から木の削りくずを大量に持ち出す。鷹は、鳥の上に着くと壁沿いに落下する。わしは鷹を見失っても止まることができず、羽に火がついて墜落する。アース親族は近づいて、下の巨人、スヤチをアースガルズの鳥内で殺害し、この殺害は広く知れ渡った。 リヒャルト・アグナによるニーベルングの指輪では黄金のリンゴを示すライトモティーフが作曲されている。最初はファーフナー役によって歌われ、兄弟のファゾルトに向けてフライヤを神々から奪わなければならない理由が語られる。イワン王子は黄金のリンゴを盗もうとしたジャール・プチーザを捕まえる。イワン王子と火の鳥と灰色狼より、ヨーロッパの説話では王の元から、 黄金のリンゴを盗み出すのは、通常、鳥であることが多い。以下に例を挙げる。ウィリアム・バトラー・イエッツの詩、さまようインガスの歌に、次のようなくだりがある。詳細は、ディスコーディアニズムを参照ディスコーディアニズムの、リンゴ・ポストモダニズムの宗教であるディスコーディアニズムは、ギリシア神話の女神エリスに相当するの黄金のリンゴ、別名、フワのリンゴを利用している。女神エリスは、 オリュンポースの女神の間に不和を引き起こし、ひいてはトロイア戦争を引き起こしたが、これはエリスを祝縁に招かなかったことの結果であった。ディスコーディアニズムが用いるリンゴに刻まれた言葉、カリスティは最も美しい女性に、を意味する。黄金のリンゴは対象者に認知的不協和を引き起こすための悪ふざけのメタファーであるとも言える。多くの言語で黄金のリンゴとは、 オレンジのことである。例えば、ギリシア語のカイロウプシロンシグマミューイータラムダイオタと、ラテン語のパームムオーンティアムは、どちらも字ギは黄金のリンゴであり、オレンジを意味する。ドイツ語、フィンランド語、ヘブライ語、ロシア語といった他の言語では、さらに複雑な語源を持つ語が、同じような着想でオレンジを表す。多くの物語中で、オレンジが、 不思議な食べ物とみなされる理由の一つには他の果実と違ってオレンジが花と実を同時につけることが挙げられる。オレンジの原産地はインド北西部のアッサム地方で4200年前に中国に伝わり2世紀頃にローマに伝わり7世紀頃にイスラムを通じてヨーロッパに持ち込まれた。黄金のリンゴの語はしばしば中東に起源を持つ果実マルメロを指して使われることがある。 トマトは古代ギリシア世界では、その存在を知られておらず、イタリア語でトマトを意味する、ポモドーロの子は、黄金のリンゴポモドーロから派生している。タカツ、P19。AB カツ、P230。ABC カツ、P240。ABC、エリス。インスイクロープディアブリタニカ。2018年9月6日、閲覧。ABCDEF、パリ。 インスイクロープディア・ミサーカ、2018年9月4日、閲覧。フォークス、ABC フォークス、オレンジエチモロジー、ゲルノートカツーア、ゲルノートカツーアスパイスページーズ、ユニバーシティ・オブ・グラーツ、フェブラリー3、1999、クイーンス、ザ・ゴールデン・アップル、シャロンガーノと、ソース・マガジン、エイプリル26、2004? ありがとうございます。